ヤオコ川越美術館は埼玉県川越市氷川町にある美術館未数字記念館とも称するスーパーマーケットチェーンストアのヤオコが2010年の同社の創業120周年の記念事業として本社を置く川越市に2012年3月11日に開館した同社の芸術分野でのメセナの一環である美術館は 川越の総鎮守で川越祭りを取り行う、氷川神社の北隣に位置し、新菓子川の桜並木に面している。美術館の設計は、プリツカー賞受賞者の伊藤富美地域の文化サロンとして貢献するように設計されており、展示室を除いた庭や池、館内のショップ、カフェには入館料なしで、誰でも入場できる。埼玉県に、 ゆかりの深い現代リアリズムの洋画家、ミスジの油絵、リトグラフなど151点を収蔵、展示している。所蔵作品には、東京国立近代美術館所蔵のオイルの収作もある。ヤオコの実質的な創業者である、川野友が埼玉県引群時川町にアトリエを構えるミスの作品に出会い、収集してきたものである。川野幸男の改装によると、 友は常連客の依頼でミスの古典に行き、コスモスの絵を購入した。節約を心がけ、それまで絵画にあまり興味がなかった母が絵を買ったことに行きをは驚いたが良い絵と感じ、川の家とミスの進行が始まったという。埼玉県川越市氷川町109-1ありがとうございます。